函館競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。アグネスダイト、これはいいスタートを切りました。ラジオバイオ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてラジオバイオ行きました。ラジオバイオ前提を取りました。6番アグネスダイト2番手を追走しています。その外からゴーショージョージ、大隅クレッセ、それに続いています。すぐ後ろにインポートキープ、内からはエリモテラミス、その外にオリーブセールズ、ウエスタンオネスト、上がっていきました。オレステスカリーム、そのうちに続いています。さあ先頭はまだ栗色の馬体ラジオバイオ、2番手は東証ジョージ、アグネスタイト、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭変わってアグネスタイト、外からウエスタンオネスト、残り 100m、 アグネスタイト先頭、アグネスタイト先頭、ウエスタンオネスト、アグネスタイト、大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。函館競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。イージーダンス、ダッシュがつきません。交渉シーズン、こちらもダッシュがつきませんでした。アンドレカスケード、前に行きそうです。エンマグレイン、それに続いています。さらにはイースターシップ、4番ステップサンライズ、その後ろイースターシップ、先手を取りました。交渉シーズン、それに続きます。緑の帽子エンマフェルガーナ、その後ろこれに続いてエア SD、 この辺りで各馬第1コーナーにかかります。これに続くのがイージーダンス、その隣にオリーブティズリー、その外からマイネルアバブ、一番人気のアバブベンチャー、現在馬群の中ほどにつけています。コートリーターン、前走から久々の競馬となりますがどうでしょうか。内からはデンマーカラリン、並んで5号オセアグレイト、すぐ隣にデニムスパーブ。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。サン・アップルトン最後方、ここからどういう競馬を見せるでしょうか。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ6番イースターシップ、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。アンドレカスケード、イースターシップ、2番手に控えました。エンマフェルガーナ、3番手アバブベンチャー、いい位置です。さあここからどうか。ここで先頭はイースターシップ、外からデニムスパーブ、先頭変わってデニムスパーブ、アバグベンチャー迫る、アバグベンチャーかわす、アバグベンチャー1着、2着にはどうやらデニムスパーブ、3着にオセアグレイト、アバグベンチャー見事1番人気に応えました。